どうもワニです。そしてこちらはね、俺が普段あのギル釣りとかを楽しんでる公園なんですけれども、ここ結構ねそういう釣りが盛んな場所なんで、ゴミも結構多くて、なんか毎回釣りするたびにゴミ落ちてんなと思ってたんですよ。なんで今回ちょっとこの公園のゴミ拾いをしていきたいなと思います。まあ、こうやってゴミ拾いすることによってね、みんながね、うわワニさんいい人だっつってね、動画再生してね、収益が入ると思いますんでね、金のためにちょっとゴミ拾っていこうかなと思います。まあ、ついでにね、この辺の生き物とかが釣り針とか釣り糸に引っかかんなくなったらいいなっていう気持ちも 2% ぐらいありますね。あと結構子供も来るんで、子供が釣り針とかで怪我しても良くないんでっていう気持ちもね 2% ぐらいありますね。よし、どんどんゴミ拾って金稼ごうね。結構ねこの竹のカゴとか、これ職人の手作りなんですかね、なんか意外と結構いいお値段して、あのトングとかこの軍手とか揃えると本当になかなかのいいお値段になったんで、それ元取るまではちょっとやりたいですね。皆さんちゃんと再生してくださいね、俺の金のために。いや、いっぱいあるわこれ、見てこれ、アイスの棒のやつ。自販機にねこういうアイスが売ってるんで、このアイスの棒とかこの辺に捨てちゃうバカがいるんですね本当に。まあそのバカのおかげで俺は金稼げるんでいいんですけどね。よいしょ。俺はね YouTube はもうね 100% 金のためにやってますんでね、 100% いや 98% 金のためにやってますからね。あとの 1% が、知名度のためですね。で、あとの 1% はまあちょっと生き物とかが、あのみんなが生き物のこと知ったらいいなっていう気持ちも 1% ありますけども、まあ基本金のためにやってるんでね、こうやってね、とりあえず形だけいいことして金を稼げたらいいなと思ってますね。あら、タバコの吸い殻ですよ。この喫煙のマナーに厳しいこのご時世に、 こんな燃えやすいものがたくさんあるところでね、タバコ吸ってるバカがいるんですね本当にね。吸い殻捨てて、しかもね、いっぱいあるじゃん。だんだん慣れてきたな。以前ここでね釣り糸に絡まったカメとかも見つけましたからね。釣り糸とかもほら、釣り糸とかも結構落ちてますからね、これは絡まってほどけなくて捨てたんかな、そのまま。まあ、釣り糸とか釣り針はもちろんね、草とかに引っかかっちゃってあのやむなく切れちゃったとかはあると思うんですけど、わざと捨てるやつもいますからね。これはワームですね、釣りに使う疑似餌、こんなのも落ちてますね。なんだこれ、あ、釣り竿の一部か。うわ、糸がこんなすごい繋がってた。まだ全然歩いてないのに、このエリアだけでもめちゃめちゃゴミがあるな。うわ、吸い殻だらけ。うわ、これすごい、これ見て、こんな塊の糸捨ててある。こんな生き物引っかかっちゃうよね。そうめんかと思ったわ。よいしょ。やっぱ釣り糸が多いっすね。タバコの箱。よいしょ。もうなんぼでもありますね。キットカット。なんだこれ。天下かと思った。違うな。でもこの背負い籠便利だな。これ野草の採集とかにも使えそうだから、今後も使っていけそう。すごいな、本当こういう本当に燃えやすいものがたくさんあるところにタバコの吸い殻があるのがすごいわ。皆さんもね、こうやって公園で釣りとかするときはね、決してゴミを現地に捨てないようにしっかりとね持ち帰るようにしましょうね。鳥とかね、ちっちゃいネズミとか小動物とかね、まあ、カメとか、まあ、魚も釣り針釣り糸に絡まっちゃいますからね。
まあ俺は金のためにやってるんでそれはどうでもいいんですけど。あ、これは釣りの浮きですね。浮きだけども先端が折れちゃってもう使えなくなったから捨てたのかな。いかんですね。いや、こっちの水辺にもいっぱいありますね。ストロー、ビニールの切れ端、ペットボトルのキャップ。お、何これ。あー、ブラジャーかもしれないですね、これはね。なんだこれ。よいしょ。めちゃめちゃ水の入ったペットボトル。お弁当のパック。切ったね、ビニール袋。チョコバナナ、果肉入りって書いてある。これはフリスクか。缶とかペットボトルとか後でこれ分別しないといかんね。お、大物だ。スコップ、燃えないゴミ。お、カップ焼きそば。今度なんか暇な YouTuber 集めてみんなでゴミ拾い大会とかしたいな。一番面白いゴミを集めたやつ優勝とか、一番たくさんゴミ集めたやつ優勝みたいなさ、面白そうだな。 YouTuber なんかどうせみんな暇ですからね、うん、このだんだんこの背負い籠が重くなってくることによっていい筋トレになるわ。ボーナスステージ発見しましたよ。見てください、ここ。ここもう誰宴会開いたの。チータラ。お酒の缶もいっぱい。これゴミを集めるごとにお金が手に入るとかだったらまさにボーナスステージですわ。だね。これ一人じゃないぞ、これ。この量は複数人でこれ飲み会やっちゃってるぞ、これ。ポテチの袋、サキイカの袋、すごいね。こんだけ人が集まって誰一人としてゴミ持ち帰ろうよっていうやついなかったんだね、これね。駆逐完了。これで一気に稼いだね。これで一気に重さ稼いだから再生数も稼ぎたい。この池に近い方やっぱ釣り糸とか釣り針とかタバコ多いですね。釣りながらタバコ吸って捨てるカス野郎いるんですね。まったく。もう、お、これ魚用のトラップじゃん。あんま下向くとこれあれか、ゴミがもう溢れてきちゃう。このトラップ誰が仕掛けたんだろう。この公園の管理者とか行政が駆除のために仕掛けてるっていうわけじゃなさそうですね、これはね。こういうトラップさ、まずこのペットボトルのトラップって仕掛けるの違法なんですよ。しかもこういうの仕掛けたまんまにしとくと生き物が無限に入って無限に取られ続けちゃって、その中で出れなくて死んじゃうんですよね。そういうのゴーストフィッシングって言ったりするんですけど、これ仕掛けるのはまだしもちゃんと回収しなきゃダメだよ。そこにもトラップがある。お、ちょっと危ねえ。落ちるとこだった。これも随分前に仕掛けたやつだろうな。これ入ってっかな、なんか。あー、
ああ生き物は何も入ってないですね。こんだけ苔むしてるってことはもう去年とかに仕掛けたやつなんじゃないこれ。うわえ何これ、リールについてた釣り糸全部出しましたみたいになってるこれそんなこんなに糸捨てることある、すごいね。ちょっとちっちゃめの鳥とかだったらこれだけでもう巣作れちゃうよ。ボーナスステージ2ですね。袋にコンビニの箱ね、このお手拭き、お弁当の醤油差しみたいなやつ、袋もうわちょっと昨日とか雨だったから濡れててやだね。もうこれ背負いかごがさ、背負ってたらかがんだらゴミが溢れてきちゃうから置いて取るしかないこれ。お、園芸用の支柱、短いバージョン、無限に出てくるぜ。あそこに結構レアなやつがありますよ。ライトセーバーじゃなくて蛍光管ですね。蛍光管捨てるのちょっとめんどくさいですからね、危険ゴミとかになるのかな。これもテイクアウトです。うわチュールがある、見てくださいこれ、チャオチュールがありますよ。この公園結構ね猫ちゃんもいますからね、ここでこうやって野良猫にチャオチュールあげてるのかもしれないですね。もうこれ最低の行為ですね。一番ね、野良猫に餌をあげるっていう行為も良くないことですし、そのゴミをそのまま捨ててくってもうカスですねほんまにね。ボーナスステージ3、この辺にね最近のと思われる釣りに使ったワームだとか針だとかの袋もたくさん落ちてますね。買ってきてここで使った釣り具を全部ここで捨ててきましたって感じですね。釣りすんなもうほら猫がいました。お前か、お前かチュール食ったのは、お前もお前からも家もチュールね、ゴミポイ捨てする人からはもらえませんって、結構ですね家ちゃんとお前自分でな、分かった。お、また釣り糸、よいしょ、なんかついてんなこれ先っちょ、あワームがついてますけども、見てこれ、こんなでっかい針がついたまんますよ。こんなんさ子供がこの草っぱらで走り回ったら刺さりますよね。えみんなの公園なのにね、すごいゴミあるよこれ、すごいな。浮き輪、しかもこれあれでしょ、船とかについてるやつじゃない。何こんな池でこんな浮き輪ある、これ当たり、これ今日一の当たりだねこれね。うわ帰り際にこれ虫網がありますよ。これも折れて曲がっちゃってちょっと破けてるから捨てたんですかね。ダイソーとかに売ってるやつかなこれは。こういう大きいのね捨てるの大変ですからね、こうやってここに捨てて帰っちゃったんだ。ダメですよちゃんとこういうの捨てなきゃね。これ柄の部分は何だろう、金属かな、あ金属っぽいな。柄の部分はだから燃えないゴミなんで、この網の部分はこうやって、うん、こうすればね燃えるゴミで出せますからねこうやってね。でこれはこうやって細かく50センチ以下にすれば袋に入れて燃えないゴミで出せますからね。よし見てくださいこれ、葉っぱに紛れてこれプラスチック製の葉っぱがありますよ。これ擬態してましたよこれ、擬態ゴミ。はいという感じでね、今回一日どれぐらいだろうな、まあ1時間ぐらいかな、公園を歩き回ってゴミを集めましたら見事にもうパンパンになりましたね。これでもまだね取り切れてないと思います、まだまだたくさんあると思います。まあこんだけね金と時間使ってね頑張ったんでね、みんな見てください、で見てあと周りの人に勧めてください。再生数もガンガン稼いで、あともう何回も見てくださいね。でこれがいいと思った人はもう高評価、良くないと思った人も高評価ね、よろしくお願いします。あとなんかコメントとかも多い方が YouTube 上での評価が良くなるらしいんで、コメントもしててください、ね、よろしくお願いします。であとでこれね分別して捨てますけれども、今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。動画の伸びが良さそうだったらねまたやりますんでね。じゃあバイバイ。